ともしげが何してるのかな、私のこと考えてちょっとは笑ってる。指揮官が何を望んでいるか少しわかるけど、でも教えてくれるその心の奥を。一日一日変わっていく距離、少しずつ近づいてゆくの知らないうちに。これが私の望んでいたことかな、ことかな。冗談みたいな言葉に驚いた顔、その表情が面白くてもっとからかいたくなる。でも時々私もどうしていいかわからない。本当に指揮官がどう思ってるのか気になるんだ。指揮官が近づくと視線とドキドキして、振り向くべきかな、それとも笑い飛ばす。頭の中には線の考えがめくる。指揮官、あなたは一体どんな気持ちなの。一日一日変わっていく距離、少しずつ近づいてゆくの知らないうちに。指揮官、この気持ちって不思議だね、もしかしてこれが私の望んでいたことかな。私が指揮官に冗談を言うとき実は少し緊張するんだ。あなたがなんて言うか私もちょっと怖いけど、でももう一度笑ってくれたらそれだけで嬉しい。これが私たちのやり方でしょ、そうでしょ。たまにはね、私ももう少し正直になろうかな、あなたに言っちゃおうかな、好きだよって